皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは教室集客に貢献するプロフィール写真と文章の書き方アドバイスということについてお伝えしていきたいと思います。突然プロフィールのね話をするというわけではないんですが、これにはですね背景が実はあるんです。前はですねそこまで重視されてない時代もあったんです。10年以上前かな。その頃っていうのは教室がまだそんなになくてですね、その確かに先生ってどんな人っていうのはまあ気になるんですけれども、何が習えるかどんなことを教えてくれるのかの方に注目される時代は、こんな例えば私パンやってたんですけど、こんなパン作れるようになります、こんなことできるようになりますが書いてあればそれだけで集客できてた時代があったんですね。でそれがこうだんだん教室がいっぱいできるようになってきて、その比較対象が増えてしまって、何ができるかはある一定の水準までいくと大体習えることも内容も大体同じになってくるんですよ。大体初級のパンは初級のパンだし、中級のパンは中級だしとか、そういうふうになってくる。そうすると選ぶ人は何を見て選ぶかっていうと、習った人のお客様の声と、あと人柄、先生の人柄が分かるプロフィール、これをすごく重要視するようになったんです。でお客様の声は、以前よりは載せる方たちが増えてきたので、お客様の声に力を入れて書いてる方はまあまあ増えてきたんですが、プロフィールですね、これが案外まだ手が入れられてないな、というかそれによって結構お客様逃しててもったいないなっていう、タイプの、ね、先生が多いなというふうに感じたので、今回はプロフィールをテーマに挙げてみました。それがそんな背景です。はい、ではね本題に入っていきましょう。まずプロフィールなんですけれども、何のために書くのかっていう話なんですけど、自己紹介であるのは間違いないですよね。それは分かると思います。自己紹介です。ただ自己紹介って言っても、例えばお名前、どんな学校出たかで、どんな資格持ってるか以上みたいな書き方をされる方が多いんですけど、それがあってもいいです。今私あってもって言いましたね。だからそこまで重要じゃないんですよ。ないよりは絶対書いておいた方がいいです。あ、そういう資格も持ってるんだ、うん、この先生安心信頼できるって思ってもらえるから、あったらいいんです。がしかしですね、それだけでは、その人の魅力って当然のことながら伝わらないですよね。で未来の生徒さん、要はその教室に通おうかっていう人は、その先生の人柄ですね、自分と相性が合うのか、どうやって教えてくれそうかとかっていうことを中心に見るので、見なきゃいけない目線は自分の恥ずかしさはさておき、見てくれる人にとって好感度が高いプロフィールをウェブ上で掲載する必要があります。好感度が高いからといって盛る必要はありません。盛るっていうのはね、すごくもうきらびやかにこうやってっていうことはしなくてもいいけど、好印象を与えるっていう状態は必要かなというふうに思います。なので、写真と文章と注意するポイントがありますので、それを2つに分けて今日はお伝えしていきたいと思います。まず前半写真の方ですね。写真、私も写真はいろいろ載せてますし、いろんな授業を私やってますので、その授業においての自分の立ち位置、例えば電子書籍のクリエイティブディレクターっていうと、いかにも書籍のことを教えてくれそうなちょっとカチッとした講師みたいな雰囲気をイメージした、それでもファッショナブルっていうのは欠かせないんですけど、それをイメージした写真を撮ってるんですね。でパンの時にはパンの先生ではあるんですけれども、ファンタジーですね、ディズニーランドのようなパン教室みたいなテーマを掲げていたので、もうちょっと思い切り振り切りました。もう変装してパンの女神になってっていうヘッダーを作ったりとかしたんで、ちょっとぶっ飛んだ感じみたいな先生像でやりました。でもぶっ飛んだ感じって言ってもですね、
教えることはちゃんと教えるので、そのカリキュラムはしっかり見ていただくと、あ、この先生はちゃんと分かってるな、大丈夫だなっていうのは信じてもらえる状況は作っているんですけれども、見た目で、え、これパンの先生って言って引く人もいたし、引くっていうのは引いちゃうっていうことですね、ドン引きみたいな方もいらっしゃったし、むしろそれによって、あ、この先生面白い、ユニークって言って嬉しがってくる人と二極化しました。で、嬉しがってくる人は当然楽しいわけですから、私も楽しくって、その嬉しがる人たちが集まってるからみんなで嬉しいっていう、それだけの話なんですけど、なので写真の引きつける力っていうのはまずそれぐらいのインパクトがあるっていうことなんですね。で、まずもったいない順で言うとですね、一番もったいないのはまず顔が載ってないお菓子の写真だけっていうのは一番もったいないです。誰、あなたは誰っていう、そういう世界になるんで、これ一番もったいない。次、顔は載ってるんですけど横顔下向き、まあ恥ずかしいからっていうのは分かりますよ、分かるんですけど、こうなんか作業しているこういう絵とかね、なんかこういうやつとか、やっぱりですね、フェイストゥフェイス、目を見て喋る方が、まあ、好感度は高いです、やっぱり。で、しかも笑顔はね、もう最強です笑顔は最強です。だから一応なんか笑っとけみたいな感じなんですけどね、真面目な顔はもちろん撮っていいんですよ、こう真剣にこう何かをやっているっていうのはサブショットとしてあってもいいんですけど、メインショットは笑っていて、あなたが来ても楽しく私教えますよっていう雰囲気は醸し出してほしいから、そんな感じで、職業が分かるような服装が本来はベストです。私は女神の格好しちゃったんであれなんですけど、通常は例えば、ね、先生の個性が出るようなエプロンと、例えばそういう道具をね持った感じでにこやかにいらっしゃいっていう顔をしていただくとですね、来る方っていうか行く方はすごい安心して、あ、こういう先生なんだっていうね、安心感が出ます。だから最強は笑顔です。で、やっぱりお客様の方、カメラをちゃんと向いた写真、横向きとか下向きとか、お菓子の写真とかパンの写真とか言うんだと、それが伝わらないからダメな感じです。はい、なのでまず、そんな感じが必要になるっていうのが、まあ、一点ですね。で、その好感度が高いっていうのは自分の中での好感度じゃなくて、見る人にとって印象がいい写真を撮るっていうことを心がけてほしいんです。だから見る人にとっていい印象っていうのはどういう印象なのか、どういう先生像なら、来る人は喜んでくれるのかっていうのを分かってやらないといけないっていう点がありますよね。はい、ですから、そのように写真を撮っていく。だから自撮りでも、まあうまく撮れる人はいいんですけど、1年にね一遍ぐらいなんで、せいぜい撮り直しをしてもプロに撮ってもらうにしても、だからやっぱね、プロにねプロフィール写真はちゃんと撮ってもらった方がいいです。ちゃんとどういう風に見せたいのかっていう意図を伝えてですね、はい、だから写真はそんなイメージです。で、次に文章なんですけど、さっき経歴は載せていいって言いました。お仕事に、まあ、もちろん関係ある経歴もそうなんですけれども、ユニークだなこの先生、へえそんなことやってたのみたいなことが分かるようなものがあると親近感が湧いたりするケースもあるので、そういうのを載せてもいいと思います。私はパンをやってましたけど、例えばインテリアコーディネーターの経歴があったりとか、バンケットの、ね、プロデュースの経歴があったりとか、あとは最後の仕事はパンこねきなんで、これは絶対載せるべきだと思うんですけどねそういう経歴がありましたっていうようなね形と、資格とかもね、まあ、書きたい方は書いていただいていいかな。それが、あ、いいな、その業界の人にとっては、あ、それ持ってるんですか、いいですねって言ってもらえるような資格があるっていうのは非常にいいことだと思います。はい、ですので、まずそちらの方を、書いていくというのは悪くないです。で、問題は本文の方なんですけど、本文の方は通ってみたくなる人目線でプロフィール書かれている必要があります。ということは、どういうことが書かれているかっていうと、私がおすすめしている順番は、過去現在未来の順番じゃなくて、現在の私はこんな感じでやってます、で、その過去はこういう経歴を実は持ってました、
そしてこんな熱い思いを持って今に至りましたみたいなストーリーですね。そして未来、私は今後こういうふうに活動していきたいみたいなことも含めてまとめるとですね、まあ、一編の物語を読むような印象になるので、あの過去現在未来っていうとなんか普通の時系列なのでこうあまり印象的に残らないんですね。だけれども現在過去未来っていう順番で組み込むと結構ですね、その印象が、今はこういうふうにして活動してます、なぜそういうふうに思ったかみたいなそのストーリーがあって、そして未来生徒さんにはこういうふうにしていきたいっていうね。だこの闇というか苦しさが大きければ大きいほど共感はしてもらいやすい可能性は高いです。あの例えばですね、私のクライアントさんで米粉のお菓子を教えてる先生いるんですけどね、その彼女の経歴っていうのは小麦の方で、すごく腕のいいパティシエさんをやっていてっていう経歴があった人だったんですけど、あのグルテン過敏症になってしまって小麦が食べられなくなっちゃったんですよね。小麦系のもの、もうそれっていうのは職業的に一大事ですよね。だけどそれを逆にバネにして、米粉なのグルテンフリーですから米粉の方に転向するんですけど、当時の米粉のお菓子っていうのは美味しくないっていうのが定評だったんですね。あの世の中的にですよ。今だいぶ美味しいのができてきますけど、でその中で自分が食べていた小麦と同等レベルの美味しさを醸し出せる米粉のお菓子を作れないかっていうことで持ってる知識を使ってそれを開発して、それでまるで小麦のような味わいが変わらないお店で売ってるようなお菓子を作る技を教える教室を立ち上げることになったんです。でそれは自分が小麦が食べられなくなったからっていうのがきっかけで米粉に転向したっていうストーリーがあるんですけど、だからそのグルテン過敏症の時にどういう思いをしてどうやって食品を選んでたかみたいな、そういうブログをもともと綴っていた方で、そのあたりから共感して講座を持っているっていうところでブログをずっと長く読んでた生徒さんが来てくれたりとかっていうのがあったようです。ですからプロフィールっていうのは経歴はもちろん必要なんですけれども、人となり、特に自分の信念とか思いとかそういうものが伝わるような書き方をすると非常にこう共感を得ることができるので、自分ととても合う未来の生徒さんがしっかりちゃんと来るようにしていくことができます。だからプロフィール一つでね雰囲気変わるんですよ。でしかもこの時代オンラインになっちゃって、大体何を習ってもっていう何っていうところはほぼ一緒になってきちゃって、教室が増えちゃったからとなると個性なんですよ。先生ってどんな人、どういうふうに習えるの、この先生好きか嫌いか、それをなるべく情報開示をたくさん出してあげた方が選ぶ方が楽なんですよ。だから選べやすくなる、だから決まるみたいな、そんな感じですね。でさらに言うと私のおすすめは動画です。動画で私今こうやって喋ってますけれども違和感がなくなります。実物と会った時に、写真でどんなに綺麗にしてもですね、喋るとまた雰囲気違いますよね。だから動画で喋っているないしはレッスンのサンプルでもいいから見せる方がプロフィールは非常にいい好印象になります。だからね、動画はねぜひ取り入れていただきたい。恥ずかしいとかも分かるし、難しいとかっていうのも分かるんですけど、誰しもがですねやったことないことからやるっていうことをスタートしていくことになりますよね。私も初めて動画やった時もうちんぷんかんぷんでとりあえず触って覚えようとか思ってやった勢いでしたからね。ウェブサイト制作もそうです。触って覚えるみたいな、分からない、やらない限りは分からない。だけど世の中今動画の時代なんで、動画扱えない人もそれだけでかなり不利ですから、はい、動画はね扱えるようになっていただければと思います。はい、ということでまとめたいと思います。教室集客に貢献するプロフィール写真と文章の書き方アドバイスということなんですが、まず写真については、好感度が高い写真、その好感度というのは未来の生徒さんになる方から見た好感度、少なくとも正面を見ている必要があり、職業が一目で分かり、笑顔の写真で、お客様、要は未来の生徒さんにとっていいな、
この先生いいなっていうのが分かるような写真がいいっていうのがまず1点目です。で2点目、文章の方に関してはプロフィールは経歴を書いてもいいけれども、伝えるべきには自分のなぜそれをやっているのかっていうミッションとか思いですね、これを中心に綴っていく方がいいので、自分の過去も含めて趣味的なものももちろん書いてもいいですよ。人柄が分かるようなものとかがあればそういうのも書いた上で理解をしていただくっていう書き方が今の時代には非常に向いており、かつプロフィールでその先生を選んでいるというお客様が多くなってきたっていうことを踏まえて、修正調整をしていっていただければなというふうに思っております。それでは